皆さんこんにちは。4月10日金曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミュゼタウンスタジオからお送りしています。再放送はご覧の時間帯に放送いたします。まずは新型コロナウイルス感染症に関するお知らせです。豊島区では帰国者接触者電話相談センターを開設しています。ご覧の症状に該当する方は相談してください。必要と判断した場合は帰国者接触者外来受診を調整します。風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続く、強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある、これらの症状がある場合、平日午前9時から午後5時までは 03-3987-4179 まで、午後5時から翌日午前9時、土日祝日は 03-5320-4592 までお問い合わせください。以上お知らせでした。では本日の番組内容です。高野幸雄区長をスタジオにお迎えしまして、新型コロナウイルスに関する区長からのメッセージや最新情報などをお届けしてまいります。なお本日の放送は同時手話通訳でお送りいたします。では本日のゲストです。豊島区高野幸雄区長にお越しいただきました。区長、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞよろしく。どうぞ。さあ、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、東京都を含む7都府県に措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。まずはこれを受けて、ぜひ区長から都民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はいはい、よろしくどうぞ。かつて経験したことのない世界中への広がりを見せる新型コロナウイルス感染症拡大、ご心配とご不安を感じていることと存じます。区内でも多くの方々が入院を余儀なくされ、心からお見舞いを申し上げ、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。つい先日4月の7日、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため改正特別措置法に基づく緊急事態宣言が東京都を含む7都府県に発令をされました。安倍首相は戦後の最大の危機として、また小池都知事もですね、感染拡大を防止できるか否かは都民の皆様、区民の皆さんの行動にかかっていると、緊急事態措置への協力を呼びかけました。現在都内では日を追うごとに新型コロナ感染症の感染者が爆発的に増加をしております。医療の供給体制が逼迫する状況にもあります。これ以上感染を拡大させない、医療を崩壊させないためにできることは、不要不急の外出を避けることです。人との接触を最低7割、可能であれば8割減減らすことで感染拡大は抑制できると言われております。密閉された空間に多くの方々が集まっての食事あるいはカラオケを楽しむといったことは現に慎んでいただきたいと思います。生活必需品の買い物や病院への通院などは制限されておりませんが、人と人との間隔を約2メートル確保し、外出前後の前後にはこまめな手洗い、あるいは咳エチケットを継続してまいりましょう。お一人お一人の冷静な行動が多くの人の命を救います。大切な命を守るために皆様にご協力とご理解をお願いをいたします。一緒に
乗り越えてまいりましょう。本当にそうですよね。さあ緊急事態宣言を受けて、この区の事業にも大きな影響が出ているとお聞きしたんですけれども、豊島区では今区民の皆様の利便性を考慮して土曜日曜窓口を開庁をしております。けれど5月の6日までこの間土曜日曜の窓口を閉庁をすることといたしました。また各施設においても臨時休館をしているところがございます。そうなんです。では豊島区から土曜日、日曜日窓口臨時閉庁日のお知らせをいたします。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため4月7日に政府より発令された緊急事態宣言及び都による緊急事態措置を受けてさらに対策を強化いたします。土曜日と日曜日に開設している3階および4階の窓口業務を特例的に休止することといたしました。休止する窓口業務は以下の通りです。その他の施設の閉館に関して詳細は区のホームページでご確認ください。さあ東京都ではこの都立学校などの休校期間をこのゴールデンウィーク明けまで延長するということを決定しましたけれども、豊島区ではどのような対応を取られるんでしょうか。東京都の方針を受けまして、区立の小学校中学校も臨時休校を5月の6日まで、延長することといたし、その間、連絡日として各学年1日だけ登校日を設けております。感染拡大を防止するための休校でありますので、お子様には、人の集まる場所への外出を避けてもらって、まず基本的に自宅で過ごすように指導していただくようお願いを申し上げます。校庭開放も休止し、また学童クラブや預かり保育についても実施をしないことといたしますが、必要な場合には対応してまいりたいと思います。区立幼稚園につきましても休園いたしたいと思います。では保育園の登園についてはいかがでしょうか。区内の保育園についてもですね、全保育施設臨時休園をいたすことといたします、なお保護者が、医療従事者あるいは警察などの場合には、お勤めの場合には区立保育園の19園を応急保育を実施をしたいと思っております。そういった、対応が、取られるということなんですね。そしてこの新型コロナウイルスの流行で中小企業の事業者にも影響が出ていますけれども、どんな対策を考えているんですか。本当に大変だと思いますね。豊島区では中小企業小規模事業者を対象といたしまして、ご存知の豊島ビジネスサポートセンター内に特別の相談窓口を設置をしております。そうなんです。ということで相談時間や、お問い合わせ先をお知らせいたします。新型コロナウイルスに関する中小企業などの特別窓口を設置しています。資金繰りや経営に関する相談を受け付けています。対象は事業活動に影響を受けるまたはその恐れのある中小企業個人事業主です。受付日時は月曜から金曜日の平日午前9時30分から午後4時30分まで。場所は豊島ビジネスサポートセンター区役所本庁舎7階です。なおお申し込みは事前にお電話でお願いいたします。お電話は 03-5992-7022 へ。おかけ間違いに十分ご注意ください。区長、その他緊急の、対策も、あるそうですね。そうなんです。売上高等が、減少した中小企業者の方々にですね、緊急対策といたしまして支払った、信用保証料を補助する取り組みも行っております。
なおこちらについての詳細は、豊島区のホームページでご確認ください。ではここで農林水産大臣からのメッセージをご案内いたします。令和2年4月3日江藤農林水産大臣からのメッセージです。買い物をされるときは新型コロナウイルスに感染しないことが重要ですが、他の方への心遣いもお願いします。大事なポイントは次の4点です。混雑を避けて買い物をしていただくようお願いします。人との距離を空けて密集を避けると感染の危険性が下がります。買い物の前後に手洗い消毒をしていただくようお願いします。買い物の際には席エチケットを守っていただきたいと思います。従業員の方々も大変頑張っておられますので、買い急ぎせず必要な時に必要な分だけお買い物をしていただくようお願いします。食料品は十分な供給量を確保しています。生産現場が止まることもありませんし、海外に依存している小麦や大豆などの輸入が滞っていることはありませんので、落ち着いた購買行動をとっていただきますようお願いいたします。以上、メッセージのご案内でございました。さあ区長、はい、ではここでですね、はい、ちょっと現在のマスクが不足しているということで、はい、簡単に手作りができるそうなんですね、はい、ここでちょっとスタジオで実演したいと思うんですが、よろしいでしょうか。結構です。ぜひ市民の皆さんにね、はい、見せてあげてください。はい、区長もぜひね、やり方を覚えていていただければと思います。はい、はい、必要なものですね、まず今回は、ハンカチですとかガーゼですとかで、こう作ってまいります。はい、こういったハンカチやガーゼを用意していただいて、あとゴムが必要になってきますよね、はい、区長、このゴム、何でできているか分かりますか。何でしょう。すごくね、柔らかいんですけれども、なんとなくちょっと違いますよね。実は、はい、わかりますか、女性用のストッキングで、ストッキングですか。そうなんです。このね、部分を切り取りますと、ちょっと1センチぐらいね、切っていただきますと、こうくるくるっと曲がってね、ゴムになるんですよ、はい、これもアイディアですね、アイディアですね。これはもういくつもできるんですか。そうですね、これから今2本取った状態でこういった形になっているので、はい、すごいですね。すごいですよね。いやいや、では作ってまいりましょう。はい、ではまずはこのハンカチ、自分の大きさに3つ折りなり4つ折りなりをしていただきたいと思います。はい、はい、ちょっとではまずここで失礼しますね。はい、こんな感じで三つ折りしました、はい、そうしますと今言っていただいたこのゴムをこの3分の1ぐらいのところにちょっとかけまして、はい、またこれも端っこの部分でこうかけます、はいはい、でもちろん自分の、ね、大きさに口の顔の大きさに合わせていただいて構わないんですけれども、だんだんマスクの形になってきましたね。なってきましたよね。簡単にできるんですね。はい、すごいすごい。お、両端をね、今折りました、はい、折った部分を少しこの中に折り込みますと、摩擦でずれることもね、あまりないそうですので、はい、今ね、これ中にね、折り込んで入れてみました、はい、そうしますとこんな感じで、もうすでにつけてみてくださいよ。いいですか。つけて今ちょっとマスクしてますけれども、この上からですけど、その上にね、鼻のところ合わせて、耳にかけて、あ、私今してるのとちょうど大きさもぴったりですね。あ、すごいですね。すごいですね、これは。で、今気づいたんですけれども、私ずっと番組冒頭からマスクをしていて、ちょっと耳痛いなっていう感じがあるんですよ。ね、はい、なんですけれど、
このゴムすごく先ほど ねこれで作ったマスクあのゴムなので全然違いますよ、ね、そうですね輪ゴムだと痛くなってしまうかもしれないので、耳が、ね、痛くならずに済みます。これはいいですよね。知恵ですね。はい。すごいです。靴もやり方覚えましたか？覚えました。覚えました。もう早速マスク欠乏してますからね。はい。私も作りますけど、皆さんにこう教えて、はい、あげたいなと思いますよね。はい、今はね、あの小池都知事も会見なんかで手作りマスクがちょっと話題になりましたけれども、ね、はい。針や糸を使わずともこうやってねできるということが ねお分かりいただけるかと思いますの です、ね、はい、皆さんにもぜひね、ぜひぜひ使っていただきたいと思います。ね、今一番マスクが希少品ですから、はい、そうなんです。こういうようにできればね、はい、あの安心してね。うん、あ、だけどこのゴムが柔らかいですから。そうなんです。口調もちょっと作ってみますか。いや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 、こちらでちょっと口調にもね、今覚えたものをちょっと作っていただきたいと思います。はい、あ、すごい早いですね。スムーズに。こうやって、はい。これをこちらにこう入れまして。入れまして。入れまして。そうなんです。そうですね。はい、ちょうどこのぐらいですか、入江さん。あ、そうです ね、あとはこの自分の大きさに合わせることができるので、ね、はい、はいはいはい、大体3分の1ぐらいのところに入れていただいて、これで、はい、でもうちょっと真ん中、もうちょっとこれ口をすごい丁寧にやっていただいております。でこれをこうして、はい、これをまたこうやって、はい、今これを合わせるって言ってましたね。そうね、ちょっと中にね折り込んでいただくと、はい、はい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 、あ、すごい、これでいいかな、いいかしら、はい、つけていただきました。どうですか。すごいバッチリですね。カメラに立て。いや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 。初めて僕作ったんですけど。そうですか。今入江さんに教えてもらってね、はい。これ誰でもできますよ。誰でもできますよね。ねえ、これは素晴らしい。そうなんです。あれになりますね。はい。いやいやいや。またこういったねアイディアももちろんそうですけれども、あのハンカチなどでお気に入りの柄だったりとか、もう使ってみますと。そうですね。はい。なんか小池さんもなんか柄をうまく使ってね、おしゃれで。逆に言えば、はい、マスクがおしゃれになってね、はい、いいですよね。そうですよ ねそして洗うこともできますので、そうですね、非常に安心ですよね。そうですね、なんか、はい、みんなマスクマスクってもう大騒ぎしてるけど、こういう形で ね簡単にできれば、はい、ね、まあ、1枚でも2枚でも重ねてもいいですよね、はい、本当に休校中のお子さんと一緒にも簡単に作ることができると、ね、でき思いますから ねぜひご家族皆さんで、ね、お気に入りの1枚自作のマスクいかがでしょうか。よかったですね、はい、勉強になりました。はい、ぜひぜひ国の皆さんもね、はい、いろいろ、作って、ね、はい、自分の身を守っていきましょう。はい、させていただきたいと思います。さあ今日はね、豊島区長、高野幸男区長をお迎えして、新型コロナウイルスに関するメッセージ、また区の最新情報ということでお届けしてまいりました。さあぜひでは区長、最後にあの、はい、区民の皆さんへ、はい、ではカメラ目線でですね、はい、ぜひあの皆さんに熱いメッセージをお願いいたします。はいはい、じゃあ区民の皆様へメッセージを最後に送りたいと思います。豊島区では皆様の安全安心をお守りするために、より一層緊張感を持って、東京都や医師会関係機関などと連携をしまして、私を本部長として池袋保健所を中心に全庁を挙げて感染拡大防止に対策を講じております。区民の皆様にはしばらくの間ご不便をおかけをいたしますけど、今は外出を避けて感染拡大防止にご協力をお願いしたいと思います。大切な人の命、そしてご自分の命を守るためにも、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。戦後の最大とも言われ、危機とも言われるこの難局を、どうか皆さんとご一緒に乗り越えて参りたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。活動を自粛しても、ね、心はつながっている、ね、ということで心がけたいですね。そうですね、区長を力を合わせて、ね、はい、頑張ってまいりましょう、ね、本日はありがとうございました。君の皆さん、どうぞよろしくお願いします。